はい、こんにちは、ガサガサフィッシング佐藤です。今日もよろしくお願いいたします。相変わらず今も岐阜県にいるんですけども、ちょっとね、最近も全然表に出れていなくて、家のねパソコンのファイルを、いろいろ整理をしてたんですけども、その中で、前もちょっとね何度かちょこちょこお伝えしてきたんですけども、あのお蔵入り動画ですねがまだいっぱいあるんですね。でその中で、どんなあるかなってね、久々に見ていたら、デメモロコですね。これまで、琵琶湖編では何回も、釣りを1年を通してね、釣りに行って、1年間そこにいるのかどうかっていうのをね、移動する魚なのかなっていうのをねちょっと確認していくためのなんか赤虫でね、あの釣りをしたりしてたんですけども、あのポイントに、去年の夏、子供と遊びに行った時ね、ちょっとね時間があったんで、お父ちゃんちょっと行ってくるわ言うてね、デメモロコを釣ってる場所にちょっと潜水っていうかねしたんですね。潜水言うてもね、まあ浅いとこなんで、ただ歩きながらねたまにちょっとそこの方、カメラで映したりっていうのなんで、そんなにね、きれいな映像っていうわけでもないんですけども、でまあおまけにそこ透明度がね決していいとこじゃないんで、ぶっちゃけそんな大した映像ではないんだけど、あんだけデメモロコがね1年間、ずっと居座って、生息していた場所の、実際の水中の底とかねどうなってるのかなっていうのはねすごい気になってたんで、それをね一瞬でもねと思ってちょっと撮影した動画があったんで、それを、メインにしてせっかくなんでねちょっといろんなこと考えてみたいなと思います。それでは、早速ちょっと、映像の方を見ていただきたいと思います。それではどうぞ。こんな感じのところね、岸際から、まあ、ちょうど入ったのが対岸からだったんです。いつも釣りしている場所のポイントの対岸からなんですが、まあ、そんなに川底ね、特別性質が変わるようなポイントでないんで、おそらく、その一帯全体がねこういう状況なんだろうなっていうところなんですね。で、まあ、水深は、だいぶね岸から50メートル以上行ってもほぼ変わらなくて、まあ、深くて 1.5 メートルぐらいかな、はい、なんでまあもともとそんなに深いところではないです、はい、で実際入っていくと、まあ、これまでも釣りをしていた時にね、まあ、1年間ずっと釣りしていて思ったのは、ね、まあ、どこを引きずっても根がかりがないんですね。なのでもうね大体想像はね釣り好きな人はね想像つくんですけども、とにかく下が泥、浅くて、すぐに着底して、泥底を森がねこう引きずってるなっていう感じのところなんですね。なので、まあ、まさにこんな感じですね。で完全に泥かというと少し砂も混じってるんでサデーですね、サデー底なんですけども、サデー底ですね、はい、そんな場所なんですね。まあ特別ね、あえてデメモロコの生息地言うてもね、その環境といっても、まあ、特別何があるという場所じゃないんですね。ただね、ここデメモロコが、まあ、琵琶湖さんのデメモロコはとても好んで、生息してる、まあ、ハビタットとしてね彼らが利用してるわけなんですけども、なぜここなんやろうっていうのをね、もうずっとね、今までも考えていたことなんですけども、とてもね、不思議な場所なんですね。で、まあ、ここの水系、河川以外でも、実は、その近くですね、もう1本、もう2本ぐらい、デメモロコが、釣りをしたり、投網をすると取れる場所があるんですけども、まあ、そこも含めて、まあ、微妙にちょっとね環境違うなって僕は思うんですけど、ただその中でも今回潜水した場所、今までよく釣りをしたポイントが、まあ、一番個体数が多いかなっていうところなんですね、はい、それではなぜなんだろうっていうのをね、まあ、自分なりに考えてきたんですけども、まあ、いくつかねキーワードがあるんじゃないかなと思ってます。ただこれは僕のね全くねこの学術的なところ部分からの、答えではないんで、もう本当に、ただただね、勝手なね、憶測でしかないんですけども、
まあ、大きなポイントとしては、一つはすぐ近くに、まあ、琵琶湖と直結してこの生息地の、すぐ脇が琵琶湖ですね。そしてさらに、そこを通過すると、まあ、ある程度大きな内湖ですね、につながっているということで、内湖と琵琶湖の間に位置するポイントだったんですね。そしてもう一つが、これは全部のその3つの水域に言えることでもないんですけども、割とここが一番湧水を抱えている、河川が多いかなっていうところなんですね。ただその湧水がすぐ近くから湧いてるかというとそうではなくて、まあ、ある程度の距離のね、少し流入河川の、上流のもう少し上の方からなんですけども、まあ、それでも、まあ、他と比べると水温がわずかに、安定した水域なのかなと、まあ、1年を通じてね。なので、そういったことから冬場も含めて、そこを利用し安いのがデメモロコなのかなというところですね、はい。でまあ、僕は琵琶湖全体の例えば定置網のエリ漁ですねなんかは全部をね全部のエリア乗ったことないんで、まあ、全部、何とも言えないんですけども、例えば奥琵琶湖のあの作造さんですねのエリなんかにはこのデメモロコ1年、見てきたけど個体も入ってないんですね。その代わり、まあ、例えば、まあ、属は違うけど本物コが安定して入ってきたりとか、で季節によってはスゴモロコが、かなり入ってくるんですね。ただこの、まあ、スゴモロコとデンモロコは同属なんですけども、そのスゴモロコ属のデンモロコは、そこには現れないんですね。なので、まあ、確実にビエ湖にいる、スゴモロコと、デンモロコはもう確実にその生活形態が違う魚だなっていうのはもう確実だし、まあもともと形態そのものがね全然違うんでね別種なんですけれども、まあそういった生活の姿から見てきても、違う魚だなっていうのがすごくね実感できました。ということで、まあその全部のね常備薬全体の水域の情報をね僕が持ってるかというとそうでもないんで一概には言えないんですけども、ただここのね場所を見てきて、とてもね、僕は魚が多い、エリアなのかなと思ってるんですね。まあ、特に在来種ですね、琵琶湖ブラックバスブルーギルがいる中で、こういったね昔からいる在来の小型種たちが、まあ、生き延びる一つのね、まあ、聖地みたいなのになってんじゃないかなっていうふうに僕は考えてるんですね。で、まあ、琵琶湖以外なんかもねちゃんと見ますし、ホンモロコも、ここを利用しますし、タモロコも現れるし、ボツゴもね、琵琶湖はとても少ないっていう話してたんですけども、ここはかなりの、数が、生息しているのがね釣りをしてても分かりますし、それからまあ季節を変えればね、例えばアユが来たりハスが来たりニゴイ来たり、ニゴロムラも来たりギンムラも来るし、コエもナマズもウナギも来ますよね。それからまあ安定的には琵琶湖外もね定着していたりとかしますし、まあ、カネヒラも季節をね利用してここには訪れますし、とにかく琵琶湖に生息する魚たちがここをねよく、現れるなっていうことで、まあ、その中に一つデメモロコがねいるんで、ここがね僕はすごく、なんか琵琶湖の隠れた、いい環境を持ったね水域なのかなというふうにずっとね考えながらいつも釣りをしてました。というわけで今回の、メインとなったね、水中の映像なんていうのは本当に何でもないものなんですね。ただこの一瞬のね、1分足らずの、動画から、いろんなことね想像できるし、またそれをね自分で、想像するのが楽しいなっていうふうに思うんですね。なので、まあ、皆さんも、この自分のね、近所の、水域ですね、もうどんなに小さな溝でも、水路でも川でも池でも、海でもね、ゆっくりゆっくりねそこを何度もね、見
めてみて、そこにいる魚たちをねじっくり観察して、自分の見える視界にね映ってるそのハビタット、生息域が、環境がどんな感じなのかなって、なぜこいつがここにいるんだろうね、なんでこの季節にこいつが来るんだろうとかね、そういうのを考えていくととても面白いんじゃないかなと思います。まあ、そうすることで、本当にね、テーブルの子だったりスゴモゴだったり、フナにギンブナにしても、特別ね、ものすごいねレアな魚かというとそうではないんですけども、その中でもそうやって突き詰めて一つずつ魚を見つめていくと、もう本には載ってない自分なりの見解が出てきて、それをね自分でいっぱい想像しながらフィールドへ行くと、すごく楽しいんじゃないかなと思います。はい、ということで今回あえてその1分足らずの動画から、こんなね長い10分超える動画をね作ってるんですけども、とにかく今は、なかなかこっちの今新しいね、岐阜県に住んでいるエリアの、まあ、長坂さん全然行けてないんで、特に今雪が降っちゃっててね、行けないんですね。で、まあ、そんなこともあって、とにかく琵琶湖の、ね、ネタでもいいんでね、まあ、少しでもまたちょっとこう魚に触れる動画を作りたいなということでちょっと作らせてもらいました。そしてこの後も実はこのお蔵入り動画がまだ 1,2,3 本ぐらいかな、実は、いっぱいあって、その中からねこう選抜したやつがあります。で、次回はビア被害のね、こう子供と観察してね、すんごいいっぱいね集まってくるシーンとかあるんでね、ちょっと二枚貝のね子供に、ね、探して、ビア湖内で、見てもらったりとかね、あとは奇形魚の話ですね、自然の水辺にも奇形魚はいるのかとかね、もう何でもない動画ばっかりなんですけどね、から寄せ集めたのに数十秒の、動画からいろんなことをね、なんかこう想像していこうということで、このお蔵入り動画シリーズもあとまだ3回ほどあるんで、見てもらいたいと思います。はい、というわけで今日は、ちょっとしたね、まあ、時間稼ぎではあるんですけどね、見てもらえると嬉しいです。ということで今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。これからもどうぞよろしくお願いいたします。それではまた。ちょっと今日はね、ぶっちゃけこれマニアックだし、まだあんまりね尽くせてない部分はあるんですけども、ちょっと触りしか言ってないんだけどね、まあ、そんなことから皆さんはどう思うか、皆さんはどんなことをね、水辺で見つけられるのかっていうのをちょっとね一つヒントにしてテーマにしてみました。それではまた。